麺だけで60キロぐらい用意されてる。ご無沙汰しておる、ワックス殿。やばっか、めっちゃうまっすね、これ。まつり、はい。ほんと、武士じゃないじゃん、ただのおじさんでしょ。俺の掛け合いが、はい、ちょうど車が通るということで、はい、タイミングバチバチコリでございますね。はい、チコリでございます。お久しぶりでございます。サムライティングの時間です。はい、今日ですね、ブタギャングさん、お、お邪魔して、知ってます、ブタギャングさん。すみません、ちょっと僕まだ分からなくて。ブタギャングさん、はい、福岡にある有名なお店で、はい、あの本当今月開店したばかりなんですけれども、お、はい、なんともうすでにヤフーニュースに載っているという超有名店でございます。あ、九州の方でめちゃくちゃ有名な、はい、まあ、いわゆるマシマシ系なっていうか。そうです、そうです。はー、がっつり系のラーメンのお店、はい、え、今日ここで何をするんですか。今日はですね、もちろんあの大食いをするんですけれども、はいはい、今回はですね、実はお招きいただいたんです。ほう、なんで今回コラボ会になります。コラボ会、はい、はい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 。で、何やらそのコラボの方が最近ちょっと覚醒したらしくて、なんかいろんなちょっと面白い話をしながら食べていこうかなと思うんですけれども、うん、はい、なんと先ほど僕ちょっと前に聞いて、はい、ケイスさんにお伺いしたら、はい、麺だけでなんと60キロぐらい用意されてるえ、何、今日ね、40、50人ぐらいいる感じのあれみたいです。で、あとそれ麺だけの話で、肉もなんか15キロだか20キロだかってものすごい量が用意されてるの。何、炊き出しかなんかやんの今日はなんか、はい、どういうこと。トークグルメ会の予定だったんですけど、はい、間違いなく死闘になるんではないかなとちょっと待って思っております。トークもグルメも8キロは違う、はい、8キロは違うんですね。だって1人でしょ、1人8キロでしょ。トークもできなきゃグルメもできないよ、8キロなんて。まあ、でも今日はあの強力な方にお招きいただいてるんで、早速それを覆すぐらい強力な方がいるってこと、はい、ご紹介させていただきましょう。はい、どうぞ。ご無沙汰しておる、ワックス殿。あ、どうもお久しぶりでございます。武士殿じゃないですか。うぅ、武士殿、8キロいけますか。キロはいけるかは分からんそうね、なんかあのサムライティングの謎の無茶ぶりで1人8キロパワー系のラーメンを食べながら、なんとグルメ&トーク会にするっていうなんか流れを組んでるらしいです、彼は。はい、なるほど。成立するって彼思い込んでるんですけど。これはめちゃくちゃ良いな。良い、うん、あれ、これあれ、ちょっと俺サムライティングのノリ忘れてる最近、ダメ。なんかキング、すごいキングじゃねえや、山本さん、なんかノリが山本さんでもないです山本さんでもないですむしろなんかノリがすごくいけます。頑張る、うん。え、でもごめんなさい、ちょっと一つだけ、ちょっと保険かけたい。もし最悪やばかったら、ちょっとスタッフさんもちょっと入っていただいて、はありですか。いや、もちろんもうあり。はい、あ、それなら大丈夫かな。麺だけで何キロでしたっけ、用意されてるの。用意されてるの、麺だけで茹で前で60キロだかなとか言っておって茹で前で60キロさ、茹で前6キロでもやばい、やばい、正気の沙汰ではないですよね。でも狂っておる。グルメトークは OK、 うん、ここはマックス殿に任せるあまり話すのが得意ではない僕もあんまりその量を食べるのは得意じゃないですけどうん、おばさん、これ大丈夫ですか今日、本当に。大丈夫です。これ本当とんでもないことになる可能性ありますけど。あります。いいんですかそれ。はい、でも話したいことちょっといっぱいある、大事な話があるみたいなんで。話したいこと、はい、もうなんかそこら辺の話をしつつ盛り上がって食べていければなと思います。わかりました、はい、武士殿、今日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。いや、マックス殿、早速頼んでいくんだが、なんとここではコールではなく、はい、オーダーシートになっておる好みが、これは女性でも頼みやすいようにこうされておるそうだ。うなぎと浜森と言ったら浜森水産。何を言っておるんですか。すいません、すいません、なんか病気が発動しちゃってすいません、ごめんなさい。ガチ病気は、はい、好みを、あ、これやればいいんですね。うん、そっか、喋んなくていいからすごいこうやりやすいですね。やっぱり女性はあのポールが結構威圧感があるらしい。僕、麺はね、柔らかめがいいっす。なるほど、じゃあ拙者も柔らかめにしておこう。野菜は少なめ。野菜は、じゃあ普通だ。背脂少なめ。背脂はますますいいと。ニンニク少なめ。これでいこう。ニンニクは
まず最初なので回しにしておこう。すごい、すごい。これで、まあ、このオーダーが通るかどうかは分からんか。はい。どういうことですか。もう、分からんか。これは水産何を言っておるの。頼む。すいません、お願いします。はい。はい、どうも。すいません、お待たせしました。じゃあ、背脂増し増し、ニンニク増しの方です。はい、すいません、こちら背脂とニンニク少なめの方です。はい、どうぞ。ニンニクは増しでこの量か。なるほど、美味しくないです。おい、ではマックス殿、はい、早速いただいてまいろう。はい。いただきやす。あ、そうだ、マックス。おお、うまっ。うん、めちゃくちゃうまい。やっぱり最初ベージファースト。これがっつり乳化させてる系ってことですか。すごい乳化した。この色がね、すごいクリーミー。うん、うん、やっぱりいいわ。結構、結構なんか乳化で重いかと思いきやそんな感じでもないっすね。うん、クリーミーで、クリーミー。食べやすい。僕も女性が食べやすいよ、うん、少しライトにしておるらしい。これならもっと野菜が白かったな。うまいぞこれ。豚がちょっと炙ってんすかね。うん、豚は炙っておる、ね、炙っておるの。炙ってます。うん、炙っておる。おうん、やばんか。めっちゃうまっすねこれ。牛豚はこだわって、なんかもう赤身は赤身で歯ごたえあって、脂身は脂身ちゃんとやるかみたいな。なるほど、この厚み。はい、割り箸と同じぐらいの麺の太さ、太さ、すごいよ。天地返ししたら量増えてますね。よくあることだ。麺は、麺は少し平べったいの。はい、特注の、特注の麺、わしわし平打ち。これ、わしわしですけど、結構表面ツルツルでね。そうですね、うん、これ女性でも全然いけますね。うん、ツルわし、歯ごたえも良い。でこれでもうちょっと食べ応え欲しい人は固めとかにしてバチバチの楽しみもあったり。そうですね、麺の硬さも二郎インスパイア系では珍しく選べるようにしてるんで。そうです。だってやわめでこれだから、硬め普通やら、やわめでしょ。硬め普通やわめです。うん、うまい。スープがうまい。うん、うん、美味しいのもの。ん？この味変、一味も香ばしいですよ。香りが合いますよ。なるほど。うん。ニンニクをいくか。この香水。どうしてそのチャーシューのタレに使ってるっていうのは。うむ。そのままだ。じゃあ結構甘めも赤にする。うむ、ニンニクの辛みと香りはしっかり残りつつ甘みもプラスされておる。まっつうのやはり早いな。恐ろしく早い。めちゃくちゃうまい本当に。
か。一杯何キロなんですか。ペッパーもいいな。ペッパー次はいいの。いや全然いいです。あ、多分2キロぐらいだった。2キロぐらいですよね。麺が全体600でいったんで。100グラム増えた。あの一玉300だったんで、あ、あーなるほど。多分2.5はないですか。ちょいです。富士山って生まれどこなんですか。分からん。え、分からんのか。分からん。列車こちらへ飛ばされてから記憶がないんだ。飛ばされた。うん。飛ばされたってどういうことですか。その設定からまた話さねばならんのか。そんなんすよ、いきなりそんなこと言われた。戦国時代から急にこの世界に来ておるんだ。はい、UOP 時代から急に飛ばされてきたんだ。戦国時代、うん。戦後じゃあ武田信玄とか。武田とやらは知らんの。え、こっちに来て、うん、何してんすか。今飯を食って。うーん、お金どっから。金か、その辺はよく分かってる。え、なぜか金が。だって戦国時代だって無線は掘るのか。まだおそらく全てカットだ。もう知らねえ。武士ふとした時の笑顔最高や。行こう。戦国時代も多分戦国時代大変ですよね。うん、あの時代は大変であった。どう切らなくてよい。この世界は実によい。やっぱり常に危険と隣り合わせですか、戦国時代っていうのは。うん。武士好きな子とかいたんですか。その辺の記憶もないんだから。妻がいたような、いなかったような。あ、結婚してたんですか。いや、おそらくしておらん。してない。え、武士って今いくつなんですか。そこも記憶がないんだが、おそらく40過ぎぐらいだ。うん、あ、じゃあ年近いっすね、自分と。そうだな、マックスのかなり近いと思う。自分43なんですよ。なるほど。え、武士って普段何食べてるんですか。普段か。はい、大体マックスのと同じようなものを食べておるんだ。うん、つけて食べるの。拙者は刺身だ。あ、いいっすね。刺身なら365日3食食える。刺身、どんな刺身ですか。知らんの刺身。全般好きだな。どれかを選べる。気分によっても変わるし。刺身うまいっすよね。うん、マックスドの何が好き。でも僕も刺身好きなんですけど、なんか脂っこい赤身より40代になって白身の方がやっぱり。なるほど。淡白の方が旨味を感じるんだ。焼肉もカルビよりハラミっすね。ハラミだな。拙者もハラミが一番好きだ。え、ハラミ知ってんすか。ハラミ知っとる。え、うん、本当っすか。知っとる。うーん、よくさばいた。え、牛を。昔はよく牛を切っとる。人も切っておった、牛も切っておった、うん、そして夜は女子も切っておった。無事下ネタダメなのかな。いいな、打ち上げなんですよ。いいな、打ち上げなんです。基本ダメ。基本ダメ。じゃあ次のも頼んでおくか。はい、次のを頼む。かしこまりました。これまでに食べ終えてみせる。お待たせしました。おでかい。お待たせしました。いただきます。その器がでかい。器がでかいだけ。中身一緒っす。なるほど。おお、ギャングマゼス2杯目。はい、その器がでかいんだから量は一緒らしい。おう、うん、少まいろ。何そのよそよそしい顔。なんでちょっと探ってんすか。距離感もね。分かるでしょ。分かります。武士だぜ。長い付き合いではないか。いや、すげえ紅生姜乗ってますよ。マジ、うん、紅生姜。
混ぜそばでは珍しい。珍しいか。珍しい。これやっぱあれですか、福岡の流れですか。そうなのかもしれない、やはりラーメンに醤油ついてきようとか。おぉ、やったか。マックスのラーメンと混ぜそばなるものだ、どちらが好みだ。ラーメンです。なるほど。焼きそばとか混ぜそばとかパスタとか実は結構苦手で、汁内系の麺、つけ麺も好きで全然食えないですよ。別所もそれはちょっとわかるな。パスタが苦手だと一緒。まあ、きついっすよね。うん。よし。はい。うまそうだ。ちょっといいか。いらっしゃい。うまい。もう紅生姜が良い仕事しておるのかな。今日聞いてますね。うん。いやいただきます。うん、食べやすい。本当になんかすっきりっすね。うん、旨味はちゃんとあるけど重めというよりは軽めなぐらい。このギャング混ぜそば、何かこだわりが。こだわりはやっぱ紅生姜っすね。紅生姜、これはやはり福岡からの流れで紅生姜がついておるのか。たまたま紅生姜と出会ってしまいました。なるほど、たまたまだ。たまたま出会ってたまたま入れたら美味しかったパターンです。よくあることだな。うん、よくないでしょ。よくないでしょ。何ですか、あんた。本当は武士じゃないでしょ、あんた。ただのおじさんでしょ。いや、武士。え、まだこちらの世界2年も経っておらん。よくよく聞いてるとね、話の設定にね、うん、不自然なとこいっぱいあるんだよ。うん、ちょっと確信聞こうと思ったら、どこよくその政治家みたいな記憶にございませんとか言うし。何なんですか、あなた。本当は誰なんですか。では拙者のコメ欄に書き込んでるのはお主か。そんなようなことを書き込んでるやつらがたまにいるんだ。そんな言ったら武士殿、僕のチャンネル見てください。とんでもないことになってます。そんなことはない。すべて拙者は無視。武士、携帯とか持ってるんですか。携帯持ってる、なぜか。来た時から持ってる。どれぐらい経ちますか、転生してこちらに。例の転生して7月で2年になる。おお、すげえ、おめでとうございます。うん、2年。おお、そういえばマックス殿、最近あまりたぎっておらんのではないか。こちらもだが、ファイトファイト。そうですね、試合的な試合は正直してないですね、うん、それこそ今武士と一緒に取らせてもらってるサムライキングでガオーっていう武士のね、うん、人も出ていただいてる。やっぱなんかこうやっぱちょっと思うところがあって。何歳ですかね。でも本来であればもうプライドだけというか、うん、うん、その強い弱いだけを決めるっていう目的で始めたのに、なんか方向がちょっと違った方向に向いてってたんですよ、最近。なるほど。要はその真剣バトルができてないっていう。で、一番できてないのが自分自身ですよ。うん、そのやる前の緊張感もないし、あ、これダメだなと思って。なるほど。なんだろう、これってなったらやっぱ真剣度が足りないってんで、なんかやりたいなっていうのをおばあに言ったりしたら、おばあも実は僕もそう思ってましたみたいなことを言ってくれたんで、あ、同じこと思ったんだなみたいなのがあったっすね。ちょっと、マジレスしちゃいますけど。いや、そういう大会を開くか。そうなれば拙者も本気で挑もう。ちょうど口が満帆のタイミングでした。
お二人とも本気でやってないことはないと思うんですよね。うん、ただチーム戦とかも多かった部分があるんで、まあ、改めて個人戦で誰が一番強いのかっていうのを決めれるようなステージをちょっと改めて原点回帰じゃないですけど6月ぐらいにガオーで企画してやるっていうのはどうですかね。うん、もし出てもいいよって言ってくれる人は今の武士のみたいな出てくれるんだったら絶対一番それをやりたいな。俺は自分はガチガチのやつ。ガチガチの顔を開くことに武士の価値わかんないっすよね。拙者もどこまでできるかわからんが頑張ろう。大丈夫ですか。大丈夫です。いや同じぐらいですよね。そうですか。むしろそのただ器がでかいの。減ってるように見えるんですけど。減ってるように見えるだけである。そのマヨネーズも入れてほしい。でもちょっとゴシッときてません。いやまだ拙者全然大丈夫。大丈夫かマックス。ガチの大会をやると言っておるのにこの程度でそんなこと言っておる。鈴木結構来てますよ。本当か。俺はマックス殿、最近かなりたるみすぎではないか。それはちょっともらってもいいですか。いいよ、ちょっとあげるよ。ありがとうございます。ちょっと俺も食べていいですか。粉チーズがかかっておる。くれるのが楽しみだ。本気の大会だ。だっておっさんあれだもん、あのゾウさんとカワちゃんとやった時とかあるじゃない。あの時やっぱもうモード入ってる。もう最初の時のマックスさんは全然あれでした。そう最初の時そのなんか違いますか、うん、入ってる時は分かります。あの大食いの時もそうじゃない。お寿司の時も一人でさ、あんな寒いのに端が端っこの方座ってさ本かなんかタオル置いてさ集中するじゃない。声かけれないって言われる。そう顔が違う。だあの時ガオでもあれ出てたじゃないですか。最近だとあそこまでやっぱ出てないじゃない。それを出すそういう感じの大会に。うむ、うまい。うまいですか。欲しい。うん、やっぱりこれはチーズがポイントかもしれないですね。コクがかなり増しておる、うん、そしてかなりヘビーになる。うん、全然いける。じゃあすみません、次のも、はい、武士と私めのもお願いします。はい、頼む。そう、黒か黒、はい、黒ギャング、黒ギャング、赤の差し色が良い、うん、赤ギャング、赤ギャングは、はい、おー、これはすでにこれでラストらしい。赤ギャングと黒ギャング。うめ、うめ。あれですな。戦国時代で三族みたいなもんですな。うめ。よくわからんな。こんな感じだ。いただきますか。こっちだから行くか。これ辛いらしいっすよ。だからこっちから行った方がいいと思います。なるほど。はい。味わかんなくなっちゃう。これはマーユか。はい。次はこのマーユだ。はい。おお、おお、うまい。あ、うまい。このマーユはうまい。手作りです。うん、これ合いますね。スープってすごく。このマーユうまい。拙者実はマーユはあまり得意ではない。あ、そうなんですね。だがこれはうまい。ありがとうございます。うん。やっぱ、マ
油の分刺激的になりますね。ニンニクですね。うん、焦がしニンニクアロス。はーい、香り高い。やっぱあれですな、夜の戦の前にいいですな。こちら、こちらですね。俺の竹槍が竹槍なんですね。そんな効果があるのか、これは。ありますよ。竹ならまだしも槍で尖ってますからね。違う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 。うん、これです。まあ、拙者はこんなものになっても桜殿に大丈夫。侍側でしか使えない。しかも早送り決めるでしょ。使っているかどうかわからないです。うん、うまい。これキムチって合いますか。キムチも少しいただいた。合います。キムチも合う。貝の気になる。あ、貝の気になる。うん、合う。なになになに、マックスちょっと苦しそうで、ね、大丈夫。そうですね。結構、はい、お腹いっぱい。はい、本当。はい、やってよ、もう美味しいからこれ。はい、どうぞ。幸せおすそ分け。であるなら拙者の方もじゃあ譲らねばならん。多分まだ麺が50キロぐらいあるんじゃないですか。あれほど麺が。そうだな、いいんですよ、これ50キロ。うん、同じものを後でまたいただこうとして、こちらも赤ギャン起きたよ。何やら少し前までギャングという別のない集団がおったそうだが、マックスはその集団に属しとる。属してないです。旗から見てました。もう危ない。その時ちょうどね、あのエアマックス代とか入ったんじゃないですよ。なるほど、マックス殿はエアマックスいっぱい持っとるから。当時は持ってなかったですね。今みたいにやっぱ水切りも余裕なかったですし。なるほど。今も余裕あるわけじゃないですけど。もうなんか暗いな。おお、とことこ辛い。辛い、とことこ辛いです。そして香りが良い。豆板醤、ホアジャオ的な香りにしとっておった。さすがです。スープは豆板醤なんですけど、がっつり。うん、これこのマイルドなスープでこれぐらい刺激的なんで、だ元の辛み相当強いですね。これ確かにそうである。このスープのこれがうまい。なんかあのキムチ鍋じゃないけど、なんかやっぱ出汁がめっちゃ効いてるから地形の感じがする。うん、お、そういえば煮卵なのがあったりする。煮卵、うずらの卵をニンニク醤油に漬けたのが。少しいただいてもよろしいか。確かです。はい、どうもー、ニンニクうずらです。ニンニクうずら、はい、かたじけない。お、ニンニクの香りがしておるのよ。食べるとそこまでだが、ニンニクが強いわけではないです。なんか香りはニンニク美味しい。うまい。ニンニク丼。苦しそうだけど、もらおうか、ちょっと。かたじけない。おかわり。マーヨーかわり。マーヨーかわり。いや、でも、うむ。やったな。じゃあ、うむ。虫側はちょっとわかんないですけど、サムラがうまくやっておきますよ。これやったな、続き。虫側はちょっとこれうまくできます。いや、マーヨーかわりしたいぐらい。うむ。ユンスケ、コカ・コーラを買ってきちゃうくれないか。あ、コカ・コーラありますよ。あ、本当ですか。食べた。うん、
まだまだいけるな。まだいけますか、部長。うん、あと5杯はいける。もっと部長、拙者はこれで十分だ。だがスープ一滴残すことなく、めちゃくちゃ綺麗だな、マックスも。美味しくいただいた。どうやってそうやってそんな綺麗にできるんだ。よし、こうでござる。おぼっちま君を見習うんでござる。では、マックスと。はい、食べ終えた。はい、うぶ。こたびはお付き合いいただき感謝いたす。こちらこそでございます、武士殿。武士殿、うむ、今日はありがとうございました。いや、こちらこそだ、感謝いたす。話の途中で本気の顔を出てくれるから本当ですか。うん、もちろん。うちに二言はない。じゃあ6月頃考えてるんですけど、その時は本当にお世話になるけど大丈夫ですか。もちろんだ。ありがとうございます。うん、出るからには拙者も本気でちょっと鍛えねばいかんな。はい、うん、もう一杯頼む。かしこまりました。うん、それでは本日のサムライティング、この辺でお別れです。次はあなたのお店に、次は過ちゅう。